信長が京本能寺で光秀の手にかかり討ち死に。秀吉様、ご運が開けましたな。勘弁、お前あれ、清正、何帰り支度してんの。これから毛利と決戦じゃ。京に向かう。秀吉様の命令だ。お前も早く支度しろ。え、いくらなんでも急じゃね。ああ、そういや頭でっかちは。三成も急な命に応えるべく働いてるさ。行くぞ正則、俺たちは俺たちの役割を果たすまでだ。そう、待てよ清正。かがり火に沿って駆けよ。装備は最低限でよい。腰兵糧もいらぬ。腹が減ったら沿道の民より恵んでもらえ。さあ急げ。貴様は確か大谷義継。何をグズグズしている。流れは秀吉様に。そう急ぐ必要もない。いいから早く出立しろ。明智光秀謀反により織田信長本能寺にて死す。その知らせを聞いた羽柴秀吉は西国攻略を中断。睨み合っていた毛利と和睦し大返しを行う。秀吉は若き子飼いの将たちを引き連れ、誰もが予測しえなかった速さで京に向かい進軍。光秀が中央の基盤を固める前に決戦へと持ち込んだ。決戦の地は京と西国を結ぶ要衝山崎。天下統一の将山崎の戦い。
まさか信長様が光秀に討たれるとはな。これは弔い合戦だ。負けられないぞ。わかってるぜ清正。光秀ボコリャおじきの天下だ。大声でバカなことを言うなバカ。ことは複雑だ。お前は黙って戦えばいい。秀吉様には主の仇を討った忠臣という大義がいる。俺たちがその大義をぶち壊してどうする。はい出た大人の事情ってやつ。てめえらだって内心じゃ同じこと思ってんのによ。こら大事な戦を前にまた喧嘩して。三人とも来なさい。お説教だよ。おねね様、お説教は後にしていただけますか。大事な戦を前に我々の士気が下がってしまいます。何口答えしてんだ水成。おねね様、俺は別に。そのあれ清正、何赤くなってんの。士気を上げるため清正のみお説教お願いします。もうみんな仲良く頑張らないとダメでしょ。三成も正則も来なさい。みんな気合注入だよ。奪い返すのです。開門。
土地は要所、敵の侵入を許してはならぬ。敵将、討ち取ったい。急げ急げ、なめるな。いざ、バイラン。こんなものか、勝負にならん。敵を殲滅せよ。明智軍を完膚なきまでに追い詰めるのだ。見事だ、励むとよい。なめるな。そんなものか、勝負にならん。よし、麓はもうわしらのもんじゃ。一気に天の座を制圧するぜ。俺よ、団長に一番乗りするんだ。で、おねる様に褒めてもらう。待って、俺が先に行く。開門！こっから地獄だ！明智の御方にも山頂へ物資を運んで、残さず奪い、敵の心をへし折れ。バカが！ならこの程度の功は当然だ。ミダがやられたのじゃ。これではミダの士気が下がろうの。
長は確保できたようですね。あ、ここから明智本陣へ。どうぞ。開門。左近はこの戦の功労者じゃ。みんな守ってやってくれ。俺って健康
らしく。信長様は死んだ。じゃが世界は変わったか。何も変わっとらん。戦の毎日じゃ。信長様のやり方が正しかったとは思わん。じゃがあの方は確かに前に進んどったんさ。わしも前に進むと決めたんじゃ。信長様や光秀に代わり日の本を変えるために、わしも信長様のようになるかもしれん。そう思うなら撃てばええ。気になる奴はいるか。俺はお前の目として動いてやる。孫一、俺はやっぱり
お前が作るよってやつを見たいらしい。なら欧州に行ってくれんか。伊達の世継ぎがなかなか面白い小僧らしい。もうそんなとこに目がいってんのかよ。わかった、欧州一帯お前に代わって見てきてやるよ。秀吉、くれぐれも信長になるんじゃねえぞ。俺はもう伊達が死ぬのを見たくねえんだ。ああ、わかっとる。わしももう伊達が悲しむ顔は見たくない。